こんにちは。第12回バッハの G 線上のアリアです。今日の部分は、のところになります。それではまず右手ですが、前回第11回で終わっていたので、今日はラとレを同時に、その後レを押さえたままシド、もう一度シドですが、ドのシャープ、シドのシャープ、はい、ではまずここまでレを押さえます。ラとレ、シド、シドのシャープ。これレを押さえるのが大変な場合は、ペダルを踏めば離しても大丈夫です。では次、レとファのシャープを同時に、そしてレを押さえたままミ、これもちょっとやりにくいので、その場合はまあレを押さえたままじゃなくてもミだけっていう風にやってもいいと思います。そして次、レとミを同時に押さえて、そして楽譜上ではミを押さえたままドのシャープ、シ、次ドのシャープ、レのシャープ、ここまでミを押さえているということになりますので、ミを押さえている部分はもう一度、レとミ、ドのシャープ、シ、ドのシャープ、レのシャープ、ここまで身を押さえて、でもこれちょっと大変なので、その場合は、まあ、ペダルを使うか、まあ、最初はペダルも大変な場合はちょっとペダルなくてもいいので、というふうにやればいいと思います。そしてその後ミとソを同時に、そしてミを押さえたままファのシャープ、ここは楽譜ではミとソを親指と小指というふうに書かれています。次ファのシャープ、ここもミを押さえたままだと結構やりにくいので、その場合ミを離して、はい、今日はここまでです。結構、やりにくいところですね。ではもう一度右手、ラとレを同時に、シド、シドのシャープ、次レとファのシャープを同時に、ミ、次レとミを同時に、ドのシャープ、シドのシャープ、レのシャープ、次ミとソを同時に、ファのシャープ、ここまでです。では左手は前回、このソで終わっていたので、すぐ近くのファのシャープを2回、ソを2回、ソのシャープを2回、ラを2回、左手は以上です。簡単ですね、左手は。さあでは両手同時に、まず左手がファのシャープ、右手がラとレ、この3つの音を同時に、次左手のファのシャープと右手のシを同時に、あ、ごめんなさい、次右手だけがド、次左手のソと右手のシを同時に、右手だけがドのシャープ、次は3つの音です。左手のソと右手のレとファのシャープを同時に、次右手だけがミ、次も3つの音同時に、左手のソのシャープ、右手のレとミを同時に、次は左手のソのシャープと右手のドのシャープを同時に、次右手だけがシ、
次、左手のラと右手のドのシャープを同時に。次、右手だけがレのシャープ。次は3つの音同時。左手のラと右手のミとソの3つの音を同時に。最後は右手だけがファのシャープ。はい、ここまでですね。ちょっと複雑ですね、この部分。今までの部分に比べると複雑です。ではもう一度、3つの音同時。次、両手同時。右手だけがド。次、ソとシを同時。右手だけがドのシャープ。次、3つの音同時。ソとレとファのシャープを同時に。右手だけがミ。3つの音。ソのシャープ、レとミを同時に。次、2つの音。ソのシャープとドを同時に。右手だけがシ。ラとドのシャープを同時に。右手だけがレのシャープ。次、3つの音同時。ラとミとソ。最後に右手だけがファのシャープとなります。もう一度両手で。という部分です。できる方は最後少しクレッシェンド、だんだん大きくするといいですね。では少し前からやってみます。第10回でやったところから。ご視聴いただきましてありがとうございました。これで第12回を終わります。